お疲れ様でございます。林と申します。本日もご視聴ありがとうございます。さあ本日は千葉県館山市にございますラーメン武蔵さんにお邪魔いたしました。武蔵さんも地元民に大人気のお店さんなんでございますが、私今まで行ったことがございませんでしたが、こちらもやはり行って大正解でございました。事実上のコスパナンバーワン店はラーメン武蔵さんかもしれません。なんと麺類や丼物などを注文すると小鉢が出てくる。なかなかないですよね。しかもその小鉢の一品一品がとてもしっかりしてるんです。美味しくて量も適量。いやー感動しましたね。ラーメン武蔵さんの常連のお客様たちはですね、その小鉢の量までしっかりと計算してオーダーする。それが当たり前のようになっているようでございます。そしてもちろんオーダーしたラーメンとチャーハンもしっかり美味しい。いや地元民のリピーターが続出するというのもうなずけます。小鉢がついてくる武蔵さんのラーメンとチャーハン、早速ご覧ください。どうぞ。館山駅前にやってまいりました。今回お邪魔するラーメン武蔵さんは館山駅約徒歩5分圏内にございます。厳選されたリーズナブルなメニュー、ラーメンとミニチャーハンを注文し、ワクワクしながら待っていますと、仰天です。サービス小鉢が4つ。しかもおかみさんがお盆なしの片手で持ってくるという匠の技。では早速サービスにお呼ばれしてベジファーストサラダからいきます。シャキッと新鮮、ドレッシングも美味しい。白菜のお漬物、いい味してるな。まさかラーメン屋さんで卵焼きを食べれるとは、ありがたい。新鮮なブロッコリー、野菜をたくさん取れるのは嬉しいですね。いい感じに胃袋が整いました。この鍋の音最高ですよね。さあ来ました。こちらがラーメン武蔵さんのラーメン。シンプルでうまそうだ。そしてこちらがプラス300円でついてくるミニチャーハン。全然ミニじゃない。さあスープから味わってまいりましょう。あっさりシンプル、飲みやすい。だしも効いてます。麺いきます。もちもちの食感がたまりません。茹で加減も絶妙。さあ見るからにうまそうなチャーシューいきます。味染みてます。うますぎ謙信。そのチャーシューをふんだんに使ったチャーハンいきます。噛みってますね。小細工なし、シンプルにうまい。ラーメンもチャーハンもずっとうますぎ謙信継続中です。メンマになると
昔ながらの中華そばって感じ、最高ですよね。おいしい色ってこのことですよね。いや本当においしい、止まらないチャーハンがここにはありました。チャーハン缶、デフォルトでチャーシュー3枚はかなり嬉しい。3枚目は海苔で全部巻きにしていきましょう。あー絶対うまいやつだこれ。はい、やっぱり海苔は裏切らない。2月6日は海苔の日です。うまかった。ん？考えられない。サービスのコーヒーまでついてきます。武蔵さん来てよかったな。コーヒーもちゃんと美味しい。さあというわけでございまして、行ってまいりました武蔵さん。いや美味しかったですね。あれだけのボリューム、あれだけの小鉢をたくさん味わうことができて900円ですよ。いやただただこうね、お腹を量で満たすんじゃなくて、たくさんの種類の味を楽しめるというのも武蔵さんの大きな魅力の一つなんじゃないですかね。そしてちょっとシャイな店主さんと気立てのいいおかみさん、あの接客がまたお客様の心も満足させてくれるんじゃないんでしょうか。立山駅からも比較的近い立地でございますので、アクセスも抜群です。いやシンプルに本当に美味しかったですね。こう直球ど真ん中というラーメンとチャーハンのお味でございました。本当に長く続いてほしい有料店さんです。自宅の近所にあったら、まあ、週1回のローテーションには必ず入ってくるお店さんだと思います。事実上のコスパナンバーワン、立山市ラーメン武蔵さん、おすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。